咽頭炎の診断をするための咽頭診察では、この舌圧紙とペンライトを使用します。ペンライトにはこのハロゲンタイプのペンライトと、それから一般の豆電球が使われているペンライトがあります。しかし咽頭の観察を十分に行うためには、より効力が強くて粘膜の状態がはっきり見えて、それから照射にムラのないこのハロゲンタイプのペンライトが適しています。また舌圧紙ですが、この木の舌圧紙と金属の舌圧紙がありますが、一般に力が無理にかからないようにするため、この木の舌圧紙を用います。木の舌圧紙の場合、力が無理にかかった場合折れてしまいますので安全です。それでは取り出してみましょう。